ノーベル賞の登竜門とも言われるガードナー国際賞に、東京工業大学の大墨吉典特任教授と大阪大学の坂口志文教授が選ばれました。ノーベル賞について意識されたことはありますでしょうか。うかええー、私自身はあんまり意識してないというと嘘になります。 大隅教授は細胞の内部のタンパク質などを分解するオートファジーと呼ばれる現象のメカニズムを解明したことが評価されましたアルツハイマー病の予防や治療に役立つと期待されていますまた坂口教授は免疫力をコントロールする細胞の発見と解明などが評価されましたガードナー国際賞は医学に対して顕著な発見や貢献をした人に与えられこれまでに山中伸也氏や利根川進氏など 320人が受賞し、そのうち82人がノーベル賞を受賞しています。